時は1880年。舞台は未開拓の地、北海道。彼は亡き妻のために刀を封印した伝説の人斬り。久しぶりだな、川田十兵衛。開拓軍に賞金がかかった。一緒に来てくれ。人殺しはもうしない。女房と約束したんだ。賞金なんか欲しがるやつはこの通りだ。人を斬って斬って斬って、最後には誰かに斬られて死ぬ。ただそれだけの人生だと思ってた。人間の本物の魂がここに。十兵衛！許されざる者。